のアイドル、小高タップー。こんにちは、小高です。今日は、1対1カラオケボスバトルー。さあ、1対1で歌うまの勝負をしていただきます。皆さん、準備はいいですか？では、今から入場者、登場していただきます。エントリーナンバー1番、リトーンちゃーん、フォー。エントリーナンバー2番、怖そうなお兄さん、フォー。さあ、お二方入場していただきました。では第1回戦カラオケボスバトルの始まりです。黄色コーナー、サソリと寝てそうな女の子、リートポーズを決めて入場していただきました。ありがとうございます。水色コーナー、名前をなくした女の子、自分の存在がわからずこのパーティーで自分の価値を見出す、ムーメン。サイショーはグー、じゃんけんぽい。あいこですね。あいこでしょ。ちょっと待って、声裏返った。あいこでしょ。リトンちゃん、先行後攻どちらにしますか？高校で、かしこまりました。梅ちゃん、何を歌っていただけますか？生きるという曲です。かしこまりました。生きる、お願いします。夜の星も、いつかは消える。僕はうまく生きれるのかな？今日も月が明かりを照らす。これが僕の生きた証だ。ありがとうございました。上手に歌いました。自分の名前、思い出せるかな？では、黄色コーナー、リトンちゃん、前へお越しください。何を歌っていただけますか？ねえねえねえっていう歌です。では、リトンちゃんで歌っていただきましょう。お願いします。ねえねえねえ、後巻き見え、一歩通行のマンションです。夜明けまで二人喋ってるのに、一人ごとみたいな感じ。ありがとうございました。独特しい声かと思いきや、川棒持ち主でしたね。いいえ、私は、サソリ座の女じゃない。では、中にいる方にインタビューしてみましょう。じゃ、この方に聞いてみようか。スイちゃん、今回の二人のバトル、どうでしたか？二人とも、めっちゃ可愛かったですと、お褒めの言葉が届いております。では、どちらが優勝したか、どの子に決めてもらおうかな。じゃあ、このルナちゃんに決めてもらおうか。じゃあ、ルナちゃん、どっちが優勝ですか？てれれ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 勝者リドンさん、一言お願いします。ルナさんもとても可愛い声で歌ってくれて、でも私上勝ってしまってちょっと申し訳ないですが、とても嬉しかったです。ありがとうございました。相手をねぎらう言葉もありました。ではリドンさん、無名さんに大きな拍手を。ありがとうございました。皆様大変お待たせいたしました。本日のメインイベント、世界ビギナー級タイトルマッチスペシャルイベントを行います。黄色コーナー、おめめパッチリ、ゲーム大好き、ひなーねー。水色コーナー、お金がなくてズボンが履けない女、あーちゃー。では世界ビギナー級タイトルマッチを行いたいと思います。じゃんけんぽい。あちゃん、先行後攻どうしますか？後攻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 。さあ、ひなりちゃん、先行になりました。こんにちは。こんにちは。何を歌っていただけますか？あれ、ひなりちゃん、こしょこしょ話でもいい。あ、わかりました。では、こしょこしょ話で、ひなりちゃん歌っていただきましょう。何歌っていただけますか？生きる。では、ひなりちゃんでこしょこしょ話で歌っていただきましょう。生きる、お願いします。あ、いなりちゃん、もしかして恥ずかしい？いいよ、じゃあ戻って、じゃあ先にあちゃんから歌おうか。わ、ちょっと、なに？なに？ちょ、嵐？これ、弟がとか言ってさ、これ弟じゃなくて自分でやってるっしょ。弟じゃないでしょ。ちょ、どこ行くの？ちょ、絶対消えるじゃんこれ。あ、戻ってきた戻ってきた。あ、またまたどっか行こうとしてる。あ、また戻ってきた。あ、戻ってこようとしてる。もう何してんの、ま、いやー、世界ビギナー級タイトルマッチはすごいな。ビギナーの頂点だなこれ。頑張れ、行くぞー。ひなりちゃん、あ、ひなりちゃん、やばい、ヒカキンさん来た、観覧に。え、やば、いませーん。じゃあメニュー開かんといて。ちょっとメニュー開かせんためだ、優しい嘘。ヒカキンさんもな、ごめん。ちょ、お願い、ちょ、歌って。ちょ、いや、交代する。 YouTube 本当に撮ってる。うん、撮ってる撮ってる。 OK、 じゃあ YouTube やめる、ポチ。はい、じゃあひなりちゃんの歌声お願いします。あー、じゃあもうひなりちゃん交代しよっか、他のこと。
対戦相手のひなねちゃんはですね、恥ずかしくて消えちゃいました。YouTuber のひなねるポンチちゃんとは、無関係でございます。皆さん、無関係でございます。では、あちゃん、何を歌っていただけますか？鬼滅の刃のホムラ、歌わせていただきます。ホムラ、歌っていただきましょう。お願いします。はい、発声練習だけいいですか？ごめんなさい。あ、終わりましょう、終わりましょう。はい、OK です。はい。さあ、喉のチューニングも整え終えました。では、あちゃんで歌っていただきましょう。お願いします。手を伸ばし、抱き留めた、激しい光の束、輝いて消えてった、未来のために、託された幸せと、約束を超えてゆく、振り返らずに進むから、前だけ向いて叫ぶから、心にホムラを灯して遠い未来まで。はい、ありがとうございました。すげえ。これがビギナー級タイトルマッチふさわしい声だね。ありがとうございました。それでズボンが燃え落ちたと、だからホムラと。はい、全く関係ない。はい、全く関係ないと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。おお、さあ対戦相手どうする、どういった、ひなりちゃん。ひなりちゃんどうする、逃げるか。いや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 、やめる。チンチンチン、ノックアウト。さあ、あちゃん、KO 勝利でございます。1ラウンド、30秒で KO 勝利。あちゃん、おめでとうございまーす。じゃーん、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 おめでとうございます、あちゃん。本日、スポンサーの方から、キュンの贈呈をしたいと思います。今、キュン来てる数が26です。皆さんで、キュンを送りましょう。さあ、何になるか。お、55だった。怖い怖い怖い。あちゃん壊れた。これぶっ壊れた。チャンピオンベルトの贈呈です。真ん中にお立ちください。優勝した感想をお願いします。ありがとうございます。嬉しいにつきます。わかってました。